どうぞ。体に水がいっぱいあります。いいね。みんなもう少し集中しましょう。はい。いいですか？こっち。きちっと最後、友達のしたことをきちっと聞こう。はい。立って。うん。黄色色をしていた。いいね。はい。では座って。このグループ。鉛筆はもうなしです。いいですか？はい。角の下に目がある。角の下に目がある。これはすごい発見だね、観察。はい、どうぞ。テリフ。おー、すごい。立ったまま、そんなに素敵なこと発表したら立ったまま。体が細くなってバランスがすごくいいね。はい、ライト。カタツムリの足はベタベタなのにベタベタで糊がついているみたい。どう？ね、糊がついているみたいね。はい、どうぞ。カタツムリは見なくてもいい。はい、じゃあ先生。下には投げてみた。すごい。落ちたところの動作まで書いてたのかな。そして下に行ったらナメクジみたいな体の裏側が見えるからね。あれはナメクジみたいだったね。ね。はい、ありがとう。次このグループ立ってください。はい、きちっとお友達の話を聞きます。お友達が一生懸命やったことちゃんと聞いてください。はい、どうぞ。角が小さくなったらすぐ伸ばします。小さくなったらすぐ伸ばしますね。よく見てるね。はい、じゃあこのグループ、はい、いいですか？一番最初に終わったグループ、こっちの最後の方のグループのお話もきちっと聞いてみましょう。目をこっちに向ける。いいですか？はい、
たくないです。はい、じゃあちょっと考えて、その後先生あれするね。はい、僕もう帰ったよ。別に次はるかちゃんに行くから、ちょっと気持ちのを落ち着かせてね。はい、はるかちゃんどうぞ。あ、そうだ、同じだったね。じゃあ先生にはるかちゃんが読んでいい。殻が黄と茶色です。短い角と長い角は、あ、短い角と長い角がありますって書いてね。確かにあったね。全部でいくつあるの、角は。いくつ、はい、4個かな。 4? 細いものは何て言うの。 4? 鉛筆と同じ 4? 4本あります。はい、じゃあ三つだけお願いします。ダンゴムシと似ている。ダンゴムシと似ているね。ダンゴムシと似ていて、どういうところが似ているか先生分かるの。実を言うとダンゴムシというのはちょっと触るとすぐクッと丸くなる。触るとすぐ形を変えるところがダンゴムシと、とってもカタツムリがよく似ている ね。はい、じゃあ次、はい、どうぞ立ってください。はい、立ってください。このグループガリアちゃん、はい、最後まであと4人、5人、あと1人。はい、どうぞ翔吾くん、どうぞ。カタツムリの体は柔らかい。カタツムリの体は柔らかい。すごいね、ちゃんとした文章だね。他にもう一つくらいあるかな。それでいい？いいですか？とっておきの一枚っていうのありますか？じゃあちょっと探しとこう。殻の形は丸い。殻の形は丸い。そうですね。確かに。はい、お願いします。ココさん、どうぞ。壊れてしまうみたい。はい、今コウカさんの言ったこと分かった？体を触ると壊れてしまうみたい。みんなは硬い硬い硬いって言ってたけど、実はコウカさんは体触ると壊れてしまうよみたい。これもね、コウカさんの観察だよね。うん、はい、はい、次どうぞ。飛べないです。あ、なるほど、これ飛べない。これすごく大きな感じ。先生いいと思うよ、飛べない、飛べないの。どうして飛べないかっていうのをまた今度考えてみる。小さいです、うん、ゆっくり動きます。はい、ありがとう。じゃあ次、うん、次ね、はい、レタスが嫌いです。レタスが嫌い。はい、次ダリアさん、いいですか。ダリアさん行きます。はい、ダリアさんどうぞ。足はない。うん、カタツムリは足がないです。人間のように2本ピュッと出ている足がないです。ね、で今ダイアン君の言った飛べないということ、飛べないというのをもし書きたいとしたらどうやって書けばいいんだろう。カタツムリは体が重そうで飛べない。はあ、やったことない。そう、カタツムリが揃う。はい、じゃあエイダン君最後。はい、エイダン君です。どう、じゃあやりたくない、やりたくないじゃなくて、カタツムリはどう思った、生きている。言いたくない。じゃあエイダン君、はい、みんなも言いたくない。じゃあ先生、後でみんなでこっそり教えたらいいですか。ライアン君今授業中。